はい、ナマスカラ。このビデオは TTC の B コースの第1週目の2本目のビデオになりますね。今日もよろしくお願いします。はい、今週第1週は、こういう6つのトピックについて話しますが、このビデオでは最初の、教師の役割が変わった理由、これについてお話をしたいと思います。じゃあまずですね、教師の役割はどのように変わったんでしょうか。たくさん変わりましたけど、主なものをここに書いてみました。まず日本語を教えるだけではなくて、教えるよりも日本語の学び方を教えるようになりました。それから学習者を管理するのではなくて、学習者の自立性、オートノミーを育てるようになりました。そして一斉授業、みんなで同じことをするのではなくて、それよりも個人面談、一人一人とたくさん話す、それが大事になりました。それから質問に答えるだけではなく、先生が質問したり、あるいは質問を考えさせる、学習者がどんな質問をするべきなのか、それを考えさせるようになっています。それから学習者のコミュニティを作る、これも大事ですね。それから学習者と他の日本語話者をつなげる、これはもちろん日本語教師だけですけどね。はい。それから学習者にとってのロールモデルになる、これは例えば私は日本人ですけど、だから日本語はまあ、皆さんよりは上手ですけど、今もヒンディー語を勉強しています。もしへヒンディーアティヘアティヘもしへヒンディーバグトパサンドヘイね、まあそういう感じで、ロールモデルになるというのもとても大変、大事ですね。じゃあどうしてこういうふうに、教師の役割が変わったんでしょうか。主に3つの、理由があります。1つ目は学習リソースが増えた。つまり勉強に使う教科書のようなものが、アプリとかね、そういうものがたくさん増えたということ。そして社会の変化が早くなったということ。そして、社会が多様化した。この3つがありますね。これについて一つ一つ、ご紹介しておきたいと思います。例えば学習リソースが増えた、 Open Educational Resources OER って言いますね。これも例えば YouTube でヒンディー語で日本語を勉強している、人のため の、 ヒンディー語で日本語を教える、そういうビデオもあります。今3000人以上がこのビデオを見ていますね。はい。それから、あ、ちょっとこれはいいや。はい。これこれ知ってますかね。 Duolingo っていうアプリですけど、これね、ちょっともうこれは古い数字ですけど、今はね、この数字出さなくなってしまいました。だけど、もう半年ぐらい前でも、800万人以上、M はミリオンですね。だから800万人以上、900万人ぐらいの人が英語でドゥオリンゴを勉強していました。ドゥオリンゴの英語版で日本語を勉強している人が900万人ぐらいいたんですね。とてもたくさんの人です。それから社会の変化が早くなった。これは例えば今 Google スライドで、プレゼンテーションを見せて、ルームでここで、撮影しています。そして YouTube で皆さんに見てもらってますね。それから WhatsApp でコミュニティも作りますし、皆さんと話をするときには Google Meet を使います。こういうのは私は学校では勉強していませんね。私の大学生の時にはこういうものはありませんでした。だから自分で勉強しなければなりません。そしてそのためには教師は自立性を育てなければいけないわけですね。それから社会がどんどん多様化してきたこともあります。まあ、インドはね、もともと学習者はとても多様ですね。あと、ニーズも多様化しています。通訳になりたい人もいるし、工場で働きたい人もいるし、日本で看護や介護の仕事をしたい人もいます。これを一人の先生が全部教えることはできません。そのためには学習者の自立性、オートノミーを育てる必要がありますね。はい。最後にこのビデオのまとめです。先生の役割は変化しています。日本語を教えるのではなくて学び方を教える必要があります。それから管理するのではなくて自立性、オートノミーを高める必要があります。そして先生の役割が変化した理由としては、学習リソースが増えたこと、社会の変化が早くなったこと、そして社会が多様化したこと、この3つがありますね。はい、それでは次のビデオで、またお会いしましょう。フィルミレンゲー。